はい、どうも皆さんこんにちは、ムードキングです。ということで今回は久しぶりにプロ筋やっていきたいと思います。で早速なんですけど、今回は聞けアンチェということで、ちょっと最近ねチャンネル登録者もちょっとずつ増えてきて、コメントも増えてきたんですけど、アンチが多いということで、今回はちょっとアンチがね、なんかどういうコメント来るかというと、まあシンプルになんか、まあ、まあ下手とか、まあ、まあそういうのはいいんですけど、なんか、まあ、チーミングしたかって何が嬉しいんだみたいな。いや、まあコートル隊でチーミングすりゃとは思ったんですけど、もうそんな言うならもう、俺のアッパーマーが、ね、ソロでね、ボコボコにチーミングせずにね、ボコしちゃおうということで、今回チーミングしなくても暴れられるよっていうところを見せていきたいと思います。ということで早速ブルがいるんで、ブルをこうちょっとずつね追い出してあげて、ここで投げてからの、あ、ウルトそこで使ったらもう終わりっすよね。でここでウルトアラパルマで、このなんかサージがきっしょい感じを追いかけてきたんで、ここはでも逃げてあげて、でなんか助けられたよくわかんないけど、ここは一旦殴んないでおいて、いってえな。だけどここでウルト貯めて、このサージを蹴散らしに行く。だけどこれは一旦、ああ、こういうこともあるんでね、全然こういうこともあるんで、まあ、こんなもんなんですよね結局。うん、まあ、まあこっから暴れますよと。まあでもなんか結構投稿久々になっちゃうんですけど、最近マジで学校冬休み終わって学校がちょっと忙しすぎちゃって、ちょっとなんか取んないといけない検定、これ取んないといけない検定がちょっと再来週あたりに、来週かな、来週あって、それ取んないとちょっと進級できないってことで、ちょっと今焦ってちょっとあのね学校残ったりしてやってたんで、もうほんと動画撮る時間がなくてって感じでだったんですけど、まあちょっと、まあ、土日なんで、まあ、しっかりね何本かため撮りして、しっかりなんかできるだけ待たせずに投稿したいなとは思ってます。ということで、もうこれ真ん中撮れたんで、もう司会したいんですけど、このローサのガジェットがうざすぎる、スローダウンが、あーマジでうざいねこのスローダウン。でここでブロックをやるか、いやでもブロックは距離取ってくるから、まあ、とりあえずね真ん中支配してるんで、ここはでなんか急あるんで、ここは取り行こうかな。これは美味しい、さすがに多分同時に死んでくれたのかな。でここはしっかり、おっと奈良持ちなんで、まあでもかウルトが全然溜まってないんで、ここは正直シェリーとか来たら危ないんですけど、ちょっとこのブロックが甘えたところをやりたいっすね。上にもローサいると多分索敵してくるから、ここしか避けてあげて、やだこのスローダウンがだるい。あーこのきっしょチーミングのコーデリとモーツやりたいけど、一旦真ん中もう支配しちゃってるんで、ここはもうローサでウルトをためにいって、ここ一旦引くと。でこのウルトでこのブロックを削りたい。ブロック、はあこれ避けられるけど投げて、よいしょ、美味しい。でこれは一旦体力回復したい。多分来るからガジェットめっちゃ連打、もうガジェット連打してて体力回復したから OK。 でこれローサこの辺いるから絶対ローサ OK。 でこれあとでこれもまたガジェット構えてたけど、とこの辺に猿がいて OK、 猿もやる。であとはチーミングのこの辺だよね OK。いよいしょ、あい逃げちゃった。これどうしようかな。まあ来たら、まあ、ちょっと殴ってからウルトでボカーンで終わりですね。これでどこに上かな。お前らやり合えよ。あーもうキッシュ逃げんねえ、動けエルパリボー。いや、それで対戦お願いします。やばいっすね、今回シェリーが多いが、これはどういう感じで勝っていくか。まあね、もうね、今回もね、まあアンチもね、エルプリモということで、しっかりやっていきたい。はい、とりあえずシェリーが中で暴れてるが、これは、ここは
情振りたい、よいしょ。いや逃げるな、それ逃げちゃうか。それ逃げられるのはだるいけど、殴ってあげて、オッケー。ウルトも回収、キューブ4つ。でもシェリー狩るか、シェリー狩っちゃう。シェリーをぶん投げてくる、ウルプリモ、これやばい。だけどウルトまた回収、ウルプリモで、これ来たとこ投げる、オッケー、完璧完璧だよ。あーこれきっしょいな、このシェリー、このシェリーがキモいが、こいつは正直着地狩りしたらもう猿は枯れちゃうから、エルプリモの力を見せつけたい。よし早く飛んでこいよこいつ、追いかけてきて、いやなるほどね、ローサとレオンがそっちだ、あと一人誰だ、いや違う5人か、これでちょうど OK、 これはローサでウルプリモで、これちょっとウルト使われたが厄介だから一旦投げてあげて、でここでガジェットがなくなっちゃったけど、これは多分この辺に猿がいるはずだけど、だるいなこのスロダン、一バレするかな、猿そっちか、 OK で、シェリーがこっち見てくるけど、いや草むらねえのきついなこれ、これはどうしよう、多分ローサとレオンがチーミングしてるから絶対こっち打ってくるんだよ、あーだよね、これやばい、これはマジできつい、攻めているプリで暴れ、オッケーよ、あれあれ分身か、これはなんか生きてるやつにエルプリモで、これでもう一回エルプリモ、オッケー、これで多分やってくれるはず、オッケー、ハチ持ちだけど、これはあ、これはやばい、ウルトも溜まってる、これは正直ガジェットもない、勝率これは勝利できない、おいで、ウルプリモワンチャン投げ飛ばせればあったけど、あーいいえ、しゃあないとね、はい、これどうしようか、ラストかな、やっていきましょう、はい、ということでもうやっていくんすけど、もうこのもう最初真ん中ですよ、もう最初から真ん中でコーデリアスが右から入ってきて、下から多分これ来るっすね、猿が、あ猿来ないか、でこの辺多分コーデリアスが持ってないか、ないね、さすがに移動してる、もうこれはまあガジェットまで構えながら、まあ、しっかりキューブ壊して、この辺はいるね、はい、だよね、あでこれ入ってくるけど投げたい、やばいねこれ、ブルが右上、左下がシェリー、あーきしょいねこいつ、あーこいつ多分ビジョンつけてるか、的確すぎるね、ビジョンつけてるっぽいっすね、多分ビジョンをつけてる、やばいこれミスったけど投げる、やばいガジェットがあと1回、 OK 投げて、多分あとチョンでたまるから、殴られてもたまるし殴ればたまる、このここで OK で、これで構えながら、シェリーいる、シェリーいるね、やっちゃうか、シェリーやっちゃうか、これシェリーやっちゃうか、シェリーやるか、これやろうかな、どうしようかな、言うてエドガーは枯れるから、もうガジェットがあと1回しかない、エドガーにも残しておきたい気持ちあるかな、多分ここよし、やばい、だけどこれまたあとちょっとでウルトが回収できる、でこの上置きを振るか、上置きを振るか、いやでもこれバレてんな、コーネリに、だけどバレてたからなんだやばいけど、ウルトの回転率結構早いからプリマ、でこれはファンにいっちゃうわ、いやファン、いややめて、やばい、俺のセットしてたタイマーが、通知がやばい、うるさい、 OK ここでやっていく、で一旦ブルーは待ってあげて、通知うざいな、でここでやばいこれはマジでまずいよ、はい、よいしょ、これはやばいルッパールフォー、最後まで動画見てくれてありがとう。
高評価、チャンネル登録よろしくな。コメントも待ってるぜ。おすすめの動画も貼っとくから、そっちもぜひ見てくれよ。バイバイ。